そういうあんたらも忍びなんやろ。身のこなしが普通のやつと違うで。はい、私はユミ。蛇女は悪人を養成する忍び学校じゃ。そんなやつに名乗る必要などない。そうか、そういうことか。日陰と言ったな。お前がこいつらのリーダーなんじゃな。リーダーではないな。まあよう知ってる連中ではあるけどな。ああ、そいつとは前に同じグループだった。だったらお前はなんでここに来た。ちょっとこいつらに用事があったんやけど、あんたらが代わりに済ましてくれたみたいやし、その用事は。どういうことですか。わしはこいつらのことを懲らしめに来たんや。昔の知り合いが良くないことに染まっていくのは見過ごせんからな。どんな理由があったとしても、人にはやっていいことと悪いことがあると思うよ。まあ悪人のわしが言うのもなんやけど、そういう意味じゃあんたらが懲らしめてくれてよかったわ。ありがとうな。え、はい。ふざけたことを。同じグループにいたってことならお前も同罪じゃ。ここでわしがぶちのめしてやる。ユミ、やるぞ。ですが。迷うことはない。相手は悪人。倒して当然の敵だからな。沈み出し日陰舞順です。いざ鎮魂の夢に舞い散れ。なんや、いつの間にか戦うことになってるな。なんでこうなったんや。まあそっちがやる気なら別にええけどな。悪人、その名の通り悪の忍びですが、日陰さんからは悪の感じがしません。ユミ、何を言っているんじゃ。よく見ろ、あいつの格好を。タトゥーに傷だし、かなり悪っぽいではないか。そうでしょうか。おしまいや。夜桜さん、少し話を聞いてみましょう。任務完了です。参った。あんたら強いな。わし驚いたよ。なんだその態度は。バカにしとるんじゃろ。まあそんなにカリカリせんと、ちょっとわしの話を聞かんか。なんじゃと。なんでお前なんかの話を。待ってください、夜桜さん、聞きましょう。私は興味があります。悪人が、悪と呼ばれる人が何を考えているのか。すぐに終わる話や。まあ楽にして聞いてくれ。人生というのは不公平なもんで、生まれた時に大体の運命は決まっとる。分かりやすく言えば、貧乏人の家に生まれるのと金持ちの家に生まれるのでは、初めから手に入るものが違いすぎるってことやな。人生に一発逆転なんてなかなかないからの。だから外れくじを引いた者たちは道を外れたまま生きていかなあかんこともあるんや。あっ詭弁じゃな。どんな境遇でも犯罪に手を染めず、まっすぐに育つ者もおるわ。そういうやつは偉いと思うよ。わし尊敬するわ。ただそういう人も一人でなれたんやろうか、まっとうな人間に。支えてくれる人がどこかにおったんやないか。わしにもそんな人がおった。悪事を働くことしかできないわしに、違う生き方があることを示してくれた。もう死んでしまったけど、わしはその人に大切なことをたくさん教えてもらった。今度はわしがその人みたいになりたいと思っとるんや、こいつらのために。あっ、そうだったのですか。なあ、あんたら、今回のことはわしに任せてくれんか。こいつらは確かに道を踏み外した。償いが必要なことはきっちり責任を取らせる。その上でわしが示してやるつもりや。悪事を働く以外にも違う生き方があることを。夜桜さん、どうでしょうか。この人たちにもう一度変わるチャンスを与えてみては。ユミは甘い。反省や謝罪など口先だけならいくらでもできる。しかし人はそう簡単に変わることなどできん。こいつらは必ずまた悪事を犯すに決まってる。夜桜さん、そんなに甘くては黒影様の言っていた絶対正義を遂行するなんて無理じゃ。神楽、神楽。え、この人はさっきの。ん？あんた誰や？私は奈落、神楽を守りし者。あ、神楽、ここにいたのか。ようやく見つけることができた。神楽、あの迷子のことでしょうか。もしかしたら保護者の方なのかもしれませんね。お前らか。お前らが神楽様をさらったのか。違います。そうではありません。許さんぞ。